はい次に、えー、井上聡君日本共産党の井上聡です。あの橋本議員は、まあ、1995年初当選ということでありまして、安倍派の中で言いますと、当選年次は4番目に古いということになります。あの衆議院の成倫審で安倍派の座長だった塩谷議員は、当選は先でありますけれども、 96年から7年間の落選をしていたと、で、成林審では当時で、その当時に、その96年から7年間の落選時に、派閥のパーティーが始まって、直接こういう完付する仕組みがやる話があったと、私が安倍派に戻ってきて、そういうことになっていたと述べられました。つまりまあ90年代のの後半にこの方式が 始まったのではないかというのが、塩谷さんの体験上の大変重みのある私が発言だと思うんですね。そうしますと、まあ、当時、すでに議員だった数少ない方が橋本議員でありまして、あの裏金の経緯を一番よく知る立場にあると思うんですね。そういう新しいこのキックバックするという仕組みができたならばです、ね、当然私は当時の議員に説明があったと思うんですね。えー、そういうういいことは聞かかれてないんでしょうか 橋本聖子さん、はい、あの私はあの長い間あの、政治活動をさせていただいておりますし、また、清和政策研究会の所属もえ長いわけでありますけれども、まあ、特に新人の時から、あのかなり長い間あの、直接的な清和政策研究会の、えー、運用ですとか、政治としての。あ 情報交換ですとか、そういうようなあの政策立案の状況の中で、携わったことがありませんでしたので、えー、いつからどのようにそのようなことが、えー、観光的に行われていたのかとか、そういったことはあの存じ上げず、申し訳なく思っております井上聡君あの。それをどうやって始めるかっていう議論をしたところには参加してないかもしれません、しかし、このシステムができたらですね、その恩恵を受けるのは個々の議員なわけですよ。 そしてそういうい実際の,あの活動もすするわけですねだそれはね、私は説明を聞いてないというのは、どうもげせないわけですね。あのこの間の審議の中で、この当時の90年代後半で言いますと、森元総理が会長であったということもありますし、この説明をですね求めることが キーポイントの一つになっていると思います。まあ、橋本議員はですね、あの森さんを政界の父とも慕っているということの報道もありました。ぜひですね、今のこういう問題の解明のためにも。森元総理がきちっと説明をするということ、橋本さんから言われてはどうでしょうか、いかがでしょうか。橋本聖子さん。 私自身がこの政治の道に進めていただいたのも森喜朗先生でありまして大変大きな存在であり、指導者であります。この問題については、根拠のない中でお話をすることができないというような状況も私自身思っておりまして、今後、どのような形でこういう問題が解明されていくのかというような状況の中で、また、 私自身、えー、あらゆるところでお話をすることができればというふうにも思います井上聡君。その根拠がよくわからないからこそ、森さんのですね、私は説明責任が果たされることが必要だと思います。あのこのシステムがです、ね、あることが耳に入ったのが10年ぐらい前だというご発言や、そして2019年のときに、えー、その年はノルマがないということで聞いて、 えーえー、自分の事務所のことも分かったというようなこともありました、あの一方ですね、先ほど来ありましたように、2月4日付の北海道新聞で、このキックバックを収支報告書に記載しないことについて、会計責任者や税理士からも問題ないと報告を受けてきたということに述べられておるわけですね、つまりさそういうこのキックバックを受けたけど,けども、それを、 報告をしないそのやり方で,です、ね、問題ないという報告をいつあの受けたんでしょうか橋本聖子さん。まず最初の部分でありますけれども、還、えー、付金というものの、 存在自体が十数年前というふうにお話をさせていただきましたけれども、その私自身が知るようになったのは、自分自身の事務所が還付金を受けるようなところにまでなった時からではないかというふうに、私は理解をしております。そししてて私の事務所としては政治活動に つまみらかに記載しなければいけないという観点から、記載漏れではなく、記載をしてたという報告をもらっております井上聡君あの。実際にはですね、先ほど貸付とかいろんな形がありますけれども、派閥から来た還付金をそのまま報告をしてないわけですね。であの先ほど何度もですね、あのきちっとあの支出については、 書いていたんだということを言われておりますけれども、そもそも正式に規制法はあの、どういうとこから正式に得ているのか、そしてどれに使っているのかと、入りもでも国民の前に明らかにして、その判断をあおぐ,ぐというのが本来の精神だと思うんですよ。入りをごまかすと、虚偽を書いているということは、そもそもこの正式規制法の精神から外れていると思いますけれども、そういう判断はされなかったんでしょうか。 橋本誠子さん政治活動に使うようにということを明確に言われ私自身の事務所の担当者が関付金を受けていたということでありますまその中で政治活動に使わなければいけないという資質上 収支報告に計上するために、便宜的に借借入金という形にせざるを得なかったということでありまして、私個人がから、あの政和県から私個人にその還付金が来たということではありませんので、政治活動としての解釈をしております井上聡君。あの 便宜的と言われますけれども、それはあ,のあなた方の都合でありまして、国民の前にはきちっと正確に見せなくちゃいけないんですよ、報告しなくちゃいけないんですよ、そこはね、私は根本的に欠、えー、けてると思うんですねあの、こういうやり方は違法だと、こういう認識はなかったんですか。橋本聖子さん あのこの点につきましても秘書に確認をいたしまして、えー、違法というふうな認識はなかったということであります政治活動にということでありまして、えー、これも後から報告を受けましたけれども、えー、寄付という形で、えー、受け取りたい ということをお話をしていたようでありますけれども、そのことがなされない状況の中で、政治資金としては使うようにということでありましたので、記載をするために便宜的にという行動を取ったということでありまして、あの秘書からの報告ですと、あの全くそういう違反といいますか、違法的なことだというふうには承知をしていなかったということであります。たただこういった状況 をさせてしまったというのは、私自身のにすべての責任があるというふうに、猛省をしているところであります井上聡君。入りもしっかり明らかにしてこそ、国民の前にです、ねえー、判断ができるわけでありますし、入りが明らかになってこそ、本当に出が正しいのかも判断できるわけですよ、そういう点で、ね、私は全く違うということを申し上げておきたいと思います。あの午前中も議論になりましたけれども 22年4月の幹部で集まって、幹部を中止することを決めて、幹部で手分けして所属の議員に電話したと、衆議院の成林にして、ね、西村さん、述べました、午前中はですね、えー、世耕議員がですね、参議院のには、自分が電話をしたと言われておりますけれども、この幹部を中止をするという連絡は、橋本議員自身、直接受けられているでしょうか。 橋本聖子さんはいあのその時には、私は自民党を離党しておりまして、えー、清和政策研究会のメンバーからも離脱をしておりましたので、あの関わってはおりませんでした井上聡君あの。選挙の年であるです、ね、2019年の橋本議員のキックバックが1566万円と。 これはあの他の議員から見ても、突出をしているわけですね、でなぜこれだけのパーティー券が売れたのかという問題でありますが、すでにもう東京オリンピックの開催が決まりまして、準備が進んでおりました、まあ、あの橋本議員自身はです、ね、えー、アスリートとしても、そして現職議員としても兼任もされたし、そして冬季五輪の団長も務められたわけであり、まあ、いわばシンボル的存在でありました。 そしてこの19年の選挙の後に、オリンピック担当大臣に就任をされたんですね、まあ、1566万円と言いますと、1枚2万円としましても、相当の数で突出して売られているわけでありますけれども、あのこういうパーティー券の購入先に、五輪関連の企業や団体などが相当含まれたんじゃないかと思われますけれども、その点はどうでしょうか。橋本聖子さん。 これも報告を受けましたけれどもそういうようなことは一切ないということであります今まで通りに私の支援団体あるいは講演者そういった方々が支援をしていただいたということでありますこの勘付金が示されたときに秘書が驚いたということを報告を受けましたその時まではノルマがなかった ないということが全く示されていなかったということもあって、この時は特に党勢拡大、あるいは党員確保ということの中で非常な、異常なほどの あの危機感を持った年だったということもあり、えー、多くの方々に声をかけ,せかけさせていただいたというのが、これだけの金額になったということ、そしてノルマがなかったということが、えー、大きな金額に反映されてしまったということではないかと思います上井上聡君、お、ね、時間がまいっておりますので、分かりました。あの森波は 持ち代とか小売代を収支報告書に未記載だったことが大きな問題になりました、あのこういうことがですね、どう生かされてきたのかということが、ですね厳しく問われていると思います、その点、指摘しまして終わりますはい、ありがとうございました。じゃあいいですか ありがとうございました。あのしっかりと、えー、身を正して努力してまいります。ご苦労様でした。えー、本日はこれにて参会いたします。